ショップマスト、井上です。今回は、アンダーマー公式外野臭グラブ、こちらのですね、修理、あとアップしていきたいと思います。え前列交換、そしてグリス交換、そして、えー、ちょっとですね、えー、ゴムのりの方も切れてたので、ゴムのり交換の方、えー、させていただきました。えー、だいぶですね、下手ってよく使っていた、えー、グラブっていう形なんですけれども、皮は非常にですね、よく、えー、そしてまだまだ使える形だったので、 しっかりですねレース交換させていただいております、同様のこちらコルクのレース、ただしっかり感があるコルクのですねオーダーレースにて、変えさせていただいております、そしてしっかりクリーニングの方させていただき、ですねちょっとですね皮の方の方も染色させていただいております。しっかり ゴムり、そして、グリスの方も変えさせていただいたので、フィット感もよみがえってくるのかなと。もともと立たなかったグラブなんですけれども、しっかり立つような形になっております。こちらのグラブにて、まだまだ安心してお使いできると思いますので、ぜひですね、このまま、怪我なく楽しくですね、野球の方していただければと思います。こちら、以上です。ありがとうございました。